今日そう当日ね、撮影当日誕生日なんですけどね、そう今日めちゃくちゃ朝早かったので、昨日の12時になる瞬間に何かしようとしたんですけど、今日の安全面を考えて即寝して今に至ります。私誕生日なんですけど祝って、ね、声でっかHappy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Neo ちゃん、ありがとう、Happy birthday to you、 ありがとう。タイトルがジャポニジフェスっていう曲で、まあ温度的なネオ温度って由美子先生は言ってたよね、うん、確か言ってた、ね、そうそう、振り付けの中にも阿波踊りのちょっと変えた版みたいなの入ってたりとかで、みんなでワッシュイシュイって言えるよね、あれね、言いたいんだ、ワッシュイシュイスリーワッシュイシュイ、もう全部ワンカットでやばい、やばい、間違えられない、やばい。まだ今日当日ね、まで1回も本当の速さで通したことがないから、うん、2回くらいしか撮れないんですよ、やばくないですか、本番ここの花屋敷の今現在時刻7時22分なんですけど、あの花屋敷の開演が10時で、それまでに終わんなきゃいけないので、やばいよ、間違えるよ、タイムトライ、タイムトライ、やばいということで、行ってきます、行ってきます、ソーラン、ソーラン、だってみんな今日だってなんか奥さんから起きたら LINE 送れみたいに言われてて、みんなね3時台とかね4時台とかに起きてますよ、ネモちゃん的今日お誕生日のネモちゃん的今回のミュージックビデオの魅力をどうぞ、魅力、そうですね、いやまず浴衣ね、今までありそうでなかったニジコンの浴衣のミュージックビデオ、懐かく浴衣、確かにいつも露出が高い服しか着てないからね、ずっと花屋敷ね、私人生で初めてなので、さあさて2回も行ったことない、楽しみ、後ろでさ、やばい、巻きますこれ、はい、TikToker の清水理子さんと入れた相手です、よろしくお願いします、いや、yeah. yeah. 浴衣にスニーカー正しいスタイル、頑張ります、頑張ります、バンディチャーサーで投げる、もうこれに入って、入る5、6、7、8、ニャ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 ラニャ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 、絶対なんかやらかすんですよ、すごい怖い、あと1時間しかなくて、まだ本番撮ってないんですよ、音で通せないんですよ、あのパンダボーイさん見てると大丈夫な気がしてくる、取材をしたいと思います、花屋敷名物パンダカーいかがでしょうか、最高です、喋らないバージョン行ってもいいですか、はい、ごめん、ごめん、私が一文字になった、時間がないですね、みこし、太鼓、確かに踊り、わーしょいしょい、わーしょいしょの後にカカカカっていうのが入ってるらしくて、それをやってと、はい、わー、怖い、怖い、本当に怖い、超怖い、怖いよ、怖いよ、あー、昨日振り付け振り入れしたんですよ、そこが一番不安、頑張りたいと思います、皆さん楽しんで、いってらっしゃい、めっちゃ走る、今最後まで行ってないんですよ、そう、じゃあなんとなく分かったね、なんとなく分かった、すごい息切れする、めっちゃ楽しいです、次がおそらくラストになるのかな、行ってきます、次1回ヤマトチョウチン、どうでしたか1回目、1回目緊張したけどすごい楽しかったです、泣きのもう1回、泣きのもう1回、楽しいですよ、悩ましいけど楽しい、ダデン
これが最後かな。頑張ります。りんご飴食べたい。と思うかったんですけど、みんな途中からハイテンションになってみんなずっと声出してあへーみたいなこと言ってるんで、楽しい現場でした。すごかったですね。ぜいぜいはーはーぜいぜいすごかったですよ。あ、マトバ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 シャマトバだよ。大変でした。ちゃんと最後まで終われてよかったなって思います。すごい一瞬の出来事でした。いい感じに映ってるといいなと思います。え、怖い。ちょっといけるいける、こっち向け。私さっきから逆逆で、こっちで戻り、ねえ、ね、こっちこっちやったらシュンってなっちゃう。待って、こっちそっちそっち、じゃあこうこう、うん、戻ってこないのね、手は。うん、まず手でダックスは戻ってくるか気をつけて。あ、すごい上手い。引退します。この竹とも無理だよ。あ、最高。それいい、いいよ。飛べそう飛べそう。映えるのがなくなっちゃった。あるよ、ほら映える映える。これ食べました。サクサクが美味しいです。お、はい、お、うん、あがり1個てるの。あ、すごいじゃん。フリーズの似合うお互いそう、そうみたいな。これちょっとビジネス仲良しだね。ビジネス仲良しごめんね、怖いね。怖いね。怖いね。優しさ出てる、優しさ。でかい、あれ絶対っぽいのもサイズに合わないし破けへんな。あ、そうそうそう、中田さん破けるわ。3匹、来ました。1匹水に返した、ね、水に返しちゃった、怖くて。なんか申し訳なくないですか、なんかビチビチしてるんですよ。ごめんってなった。うわいいね、いいよ、いいよ、ラストこれ。今日、浅草で、何、ジャケットの写真、うん、を撮りまして、出来上がりがね、まだあの最終的な出来上がりは私たち何も分かってないので、うん、どんなのになるかすごく楽しみです。おいおいおいよし、最初。ありがとうございます。
かね、この3月15日がその誕生日当日に撮影って聞いて、でも今回のね失敗が結構許されないというか感じの撮影だったので、ちょっとなんか誕生日がもしかしたら本当にトラウマになるんじゃないかぐらいの勢いでめちゃくちゃ心配してたんですけれども、自分のミスによってね、なんか迷惑をかけて大変なことにしちゃってすごい日になっちゃうんじゃないかみたいなのを思ったんですけど、でもこうやってなんか周りのスタッフさんやなんかね優しいヘルパーさんことメンバーに囲まれてね、こうやって誕生日を二十歳のね迎えることができて本当に嬉しいですね、二十歳も頑張っていきたいと思います。邪魔だなこれ、かわいいね、今後ともよろしくお願いします